ファッション通販サイト、ZOZO、創業者で、スタートトゥデイ社長の前澤友作氏、44、が1日、自身のツイッターを更新した、写真。強力ややめ、自分の真ん中には残るものがある、前澤氏は4月23日以来の更新で、シャープ縄文時代にヒントを探してみる、と短くツイート。縦穴式住居で家族が暮らしている様子や丸太を削っている男性を描いたイラストを4枚投稿した。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、さらなる自粛など生活スタイルの見直しも迫られる中、フォロワーからは、持続可能な社会を目指したいですね、自給自足するしかないのかな、今の日本に欠けてることではないでしょうか、原点に戻るのが一番かもしれませんね、などのリプライが集まっている。